じゃあ、買いました。はい、開けてみますか。いきますよ。はい、ドキドキするね。ドキドキします。え？札幌千歳、千歳です。福神チャンネル始まるよ。あ、監督、もう出かける準備してたのね。実はね、あの友達からミニ監督が車に乗るようにっていうことで、ジュニアシートもらったよ。ちょっと使ってみたら。うん、引っ掛けて良いではないか。いいね、いいね、よかったね、よかったね。後でお礼言っといてね。よし、じゃあ監督出発しようかな。はい、というわけで、時間がだいぶ経ったんですけど、ピンチガチャねだいぶ前にやったピンチガチャ、チケットを使ってですね、北海道に行きたいと思います。ちょっとね、仕事忙しくてあんまり滞在時間が取れないんで、1泊2日というか、滞在時間が多分今日夕方着いて明日またすぐ帰ってくるような感じになると思います。はい、そんな感じで出発していきたいと思います。はい、お土産買いました。保冷剤に入れてもらいました。飛行機ですからねって、監督は寝ているので起こさないで行ってこようと思います。うんち到着。なんかこの前も来たような気がするし、ナトリンミディちゃんではないですか。ナトリンゴミディちゃんですねよし、行くぜ。はい、監督はいつもの監督袋に入っています。うん、あんまりのんびりしてられないか。10分、20分、久しぶりの仙台空港だね。監督、今日はピンクの飛行機ピーチに乗っていくよ、札幌ね。すみれのお客様にはご搭乗お断りする場合がございます。着用することが難しいです。ただいまから非常用設備をご案内いたします。みんなはトイレ、トイレ、うん、寒いミニ監督動画撮ってるの。うん、ちょっとだけ、ちょっとだけ。ナッチだよ。幸せ。なんでも写真撮れない。しんちゃんの動画のファンだった。あ、そうなん、あ、聞きました、聞きました、前回ね。あ、ばっかり入ってんだ。うん、うん、音でちょうだい。
ったものを持ってって、うんうんうん、1個目でん、セクラ成功マート山わさび塩ラーメンね。はい、次、はい、はい、これ成功マートバーサスたたバーサスエナジードリンク己と戦えって書いてある。ででん、次ピリ辛ザンギ焼きそば。もうこれはね、もう学生の頃からずっと食べて、お金ない時はこれね。うん、はい、これどこでも売ってるよ、北海道ではな。あ、まあ、うん、はい、そして、北海道トウキビもなんかですね、どこでも売ってる、うん、どこでも、北海道だったらどこでも売ってるけど、うちのあたりでは売ってないな。そうなんだ。うん、バス来た、西高だ。やっぱスープ、ね、トマトだって、これが美味しい、バジル。このサイズちっちゃい。もっとちっちゃいです。ちっちゃい。はい、あ。毎回だよ。もうちょっとちっちゃいかな。はい、お土産屋さんがすごいね。焼肉食べて、カレー食べて、ソフトクリーム食べて、完璧。ラーメン食べてねえや。よし、帰ってきた。ほら監督、帰ってきたね。あっという間、滞在時間20時間ぐらいの旅だったけど楽しかったね。帰ってきて思うのが、こっちはさ、あったかいよね、やっぱりね。北海道寒かったね。気温以上のやっぱり数字よりも体感的な寒さがありましたね。いやいや、これでね、とりあえずピーチガチャの旅はおしまいになります。皆さん楽しんでいただけましたかね。また機会があったらまたガチャして、その出た目のところにね、監督行こうかね。ね、さあ帰りましょう。夕方になっちゃうね。えいしょえいしょ、あー風邪ひいたから、えいしょ風邪ひいたかな。
します。これからお配りするリーフレットの QR コードからご入会いただくと、JCB ギフトカード